ペリカン目は、鳥類の目である。かつては全木目ステガノポズと呼ばれる、水かきが発達した全木足であるという派生形質を持つ群として定義されていた。しかし、分子系統により、カツオドリ目と熱帯鳥目が分離され、水かきが不完全な甲の鳥目から数化が移された。現在のペリカン目と伝統的なペリカン目で一致するのは、 ペリカン科の一科八種のみで同じ名前だが中身はかなり異なる。沿岸性の海鳥内し淡水性の水鳥で水性の小動物を捕食する。ヒナは半板生成、中層生である。ペリカン科は全木足である。つまり4本の跡べてが水かきでつながっている。それに対しその他の跡が、つまり甲の鳥目から移されたトガ三跡がは3000足に、 不完全な水かきがある、半水かき足である。かつての分類では、ペリカン科のほとんどが全木足で、これが、旧章の全木目ステガノポズの元になっていた。ペリカン科甲の取り目からこれらは、ペリカン科に近縁であり、甲の取り目からペリカン目に移された。属数、種数は IOC による。かつおど目へ、伝統的にペリカン目に含められてきたが、ペリカン科とは、やや疎遠で、 カツオドリメサリフォームズに分離された。現在のペンギンメとは、マイグン。これらを含め抗義のペリカンメとする説もあったが、現在は、主流ではない。熱帯蝶目へ、ペリカンメ熱帯蝶ア目、ファサンテスとされていたが、系統的にかけ離れており、熱帯蝶目ファタンタフォームズとして分離された。正確な系統的位置は、不確実だが、 ペリカン目などコリナブスとは別のメタブスに属す。いずれも、系統位置は不確実。伝統分類では、血前木足である軍艦ドリカを軍艦ドリア目、フレイガーティ、その他をペリカンア目ペリコニーに分類していた。ただし、このペリカンア目は単系統ではない。ウカ、ヘビウカ、カツオドリカをカツオドリア目、サリーとする説もある。 同じグループが、シブリー分類では、カツオドリコモクスラギと呼ばれた。伝統的なペリカン目は、現在のカツオドリ目、つまりヘビウカ、ウカ、カツオドリカ、軍艦ドリカに、ペリカンカと熱帯鳥化を加えたグループだったが、2000年代、後半の分子系統により、多系統と確定し、分類の再編が行われた。アメリカ庁学会北アメリカ分類委員会は2009年、 ペリカン目と、コウノトリ目の再編案3つを検討し、コウノトリ目ペリカン目、カツオトリ目に分ける分類を採用した。採用されなかった残りの2案は、全体を、コウノトリ目1目とする案と、詐欺目アーデューフォームズを加えた4目とする案である。国際鳥類学会議ワールドバーズネームズバージョン2.0は、コウノトリ目と、ペリカン目に分ける分類を採用した。ここでのペリカン目は、 青のペリカン目カツオドリ目にあたる。バージョン2.6でペリカン目からカツオドリ目が分離され、青と同じ分類になった。ペリカン目をウのトリ目に含めるが、カツオドリ目は独立目として維持する説もある。ただし現在判明している分子系統からは、このウのトリ目の単系統性は疑わしい。シブリー分類では、ペリカン目は拡大されたウのトリ目に分類されていた。 ハケットへ通るによる。全木類に含まれるトガに和歌をつけた。これらから大きく離れた位置に熱帯超化がある。ありがとうございます。